出雲神西駅は、島根県出雲市東新西町にある、西日本旅客鉄道山陰本線の駅である。開業は1982年で、島根県内の JR の駅としては一番新しい。鳥取増田駅間の途中駅で唯一、すべての快速列車が通過する駅である。開業時の駅名は、神西。1982年7月の山陰線。伯耆大山駅地宮駅間の電化時に、車両基地への用地提供の条件として開業した。1990年に JR 大社線の廃止に伴い、出雲大社の JR 最寄り駅である大釧駅が廃止され、出雲大社の名を冠する JR の駅がなくなったことで、出雲地域の知名度が薄れ、観光面でのダメージも計り知れないとして、出雲市と大社町が、駅名変更を要望し、1993年3月に観光振興を目的として、駅名を出雲大社口に改称した。改称費用は1500万円で出雲市が負担した。当初は当駅から約 9km 離れた出雲大社へのバス路線やタクシーの確保を考え、出雲市と JR 西日本米子支社との間でもバス路線を開設する覚書を交わしていた。しかし、当駅の乗降客数が少ないことから、路線バスで年間数千万円、タクシー常駐でも年間数百万円の損失補填が必要と見込まれたため、いずれも断念された。当駅でタクシーを呼んだ場合5分で来るものの、出雲大社まで2600円ほどかかり、出雲市駅から一畑電車を利用した場合より2000円ほど高くかかっていた。1997年5月に東京から出雲大社へ向かった観光客からの苦情申し立てにより、同年10月9日に中国四国管区行政監察局から JR 西日本に対し駅名を変更するか、それができない場合はバス路線を開設するか、車内放送の徹底をするよう申し入れをされた。この申し入れは勧告ではないため、法的拘束力はなかったが、JR はこの申し入れを受け、列車の車内放送で、出雲大社への最寄り駅として、出雲市駅までの利用を案内するようになった。しかしその後も苦情が相次ぎ、地元住民がマイカーで送迎するというケースもあった。その間に発案者と言われる、岩国鉄人市長の国会議員への転出による、市長交代等の諸情勢もあり、1999年春に、出雲神西に、再び改称した。再改称に際して駅名に、出雲が冠されたが、これは、所在地の出雲市もしくは、両政国名の出雲国を表している。この時の改称費用1200万円も、出雲市が負担した。増田方面に向かって、右側に、単式ホーム一面一線を有する地上駅。松江駅管理の無人駅であり、ホームの手前に駅舎があるが、待合室と公衆便所のみの機能となっている。乗車駅証明書発行機や自動券売機は設置されていない。2004年頃に、ホームの増田側の40メートルほどが、鉄柵の腐食により危険なため封鎖されたが、2007年に、新しい柵に交換されたため封鎖は解除されている。2018年度の1日平均乗車人員は55人である。2004年度は42人、1994年度は28人、1984年度は18人だった。近年の1日平均乗車人員は以下の通りである。神西駅に関するカテゴリー。ありがとうございます。